はい、どうもこんにちは。今回は2024年4月発売のトミカプレミアムの新車両と廃盤車両をチェックしていきます。通常トミカの動画も説明欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。あとチャンネル登録と高評価ポチポチとして応援の方もよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。まず1台目こちらですね。20番です。エンツォフェラーリですね。フェラーリ来ました。ちょっと先にフィルム剥がしちゃいます。はい、改めてエンツォフェラーリです。はい、赤いフェラーリですね。パッケージの見ていきます。はい、こちらスケールがね、62分の1となってます。フェラーリのライセンスシール付きです。はい、横の方ね、こんな感じです。かっこいいですね。それでは早速中の見ていきましょう。はい、エンツォフェラーリです。はい、持った瞬間にはめちゃくちゃかっこいいです、ね、このフォルムいいですよね。こういった感じでちょっと立体的にしっかりと作られててかっこいいです。色がね、いや抜群に、やっぱフェラーリね、赤かっこいいです。そしてね、トミカプレミアムといえばこのタイヤホイールのね、造形もいい感じなんですけど、こんな感じですね。ギア奥にちょっとね、ディスクブレーキのようなね、造形も見えます。はい、そしてフロント側もこんな感じですね。でサイドこんな感じ、ちゃんとこのね、羽根側のマークも入ってます。はい、こういった感じで、ね、この立体感。そして正面はこんな感じです。めっちゃかっこいい。はい、ヘッドライトのとこね、クリアパーツが採用されています。ね、センターにこのフェラーリのエンブレム、ね、こういった感じで、はい、右サイド、そしてリア側行ってみましょう。はい、後ろこんな感じですね。はい、テールレンズね、こんな感じでトミカプレミアムにしては珍しくクリアパーツではなさそうです。でボディ赤なんですけど、この、レンズのね、表面の部分ね、ちょっと赤なんですけど、ちょっとね、色が違う、そんな感じです。でマフラーね、シルバーで、はい、そして、ね、真後ろを見るとこんな感じです。真ん中にはね、フェラーリのエンブレムがね、入ってます。はい、こんな感じで、この間もね、ちょっとメッシュっぽくなってたりとね、細かいですよね。そして、ボンネット。はい、ここもね、こう、エアがね、抜けるようなところもね、ちゃんと立体的に作られてまして、このね、ガラスパーツ部分のね、透明度もね、高いです。インパネ、ハンドルとかね、ダッシュボードのあたりも確認できますし、シートが赤なのもいいですね。赤いバケットシートが確認できます。はい、こんな感じで。細かいですね、やっぱりね。いいですね。そして、ここ。エンジンのね、フードのところ。中にちゃんとエンジンがね、造形されてて、ね、羽馬のマークがちゃんとついてます。めちゃめちゃ細かい。結構ね、ここが透明度が高くてね、いいですよね。はい、そして、ここのね、リアにね、はい、フェラーリのね、文字がちゃんと書かれてます。これはすごいな。はい、そして、車種面なんですが、こんな感じになってます。こういったね、ちょっとボルトっぽいようなね、造形も見えますね。結構シンプルな作りですけれどもね、それがまたかっこいい、そんな感じです。ディフューザーの部分もね、こういった感じで立体的に作られてます。はい、めちゃくちゃかっこいい。はい、こちらね、通常タイプですね。そしてもう1台ですね、こちら、トミカプレミアム発売記念仕様の方もね、出てますので、こちらチェックしていきます。ちょっとフィルム剥がします。はい、改めてエンツォフェラーリのトミカプレミアム発売記念仕様です。赤箱の方ですね。はい、パッケージこんな感じになってます、ね、赤い箱に黒い車体ということで、それではね、こちらもチェックしていきましょう。はい、こちらはね、ちょっとこの紙にね、包まれてますね、保護されてます、はい、こんな感じですかね。で赤い方はね、こんなん巻かれてなかったんですけどね。はい、よいしょ。はい、こちらですね。はい、で黒いボディ、黒いフェラーリですね。はい、こちらも見ていきましょう。まあフォルムはね、もう同じくね、かっこいいです。こちら黒いんで、先ほどね、こういったところね、赤と黒とでね、ちょっとコントラストがついて、まあ立体的により見えてたんですけど、こちらはこちらでね、ちょっと引き締まったようなかっこよさがあります、ね。ホイールがやっぱり目立ちますね。黒の中に、シルバーのホイールが。はい、こちらこんな感じですね。一応、ここの黒いところも別の、この、ボディ色とは別の色になっているようです。はい、
フェラーリのエンブレム、はい、そして正面見ていくとこんな感じ。黒もいいですね。黒もかっこいいです、はい、ヘッドライトはクリアパーツ、フェラーリのマーク、はい、こんな感じでいいですね、はい、そして右サイド、はい、そして後ろですね、後ろ、はい、こんな感じで先ほども言いましたが、リアはねこうクリアパーツじゃなくてこの面だけねちょっと赤くね塗り分けで再現されてます。赤い方もこういった色でね、車体の色とはちょっと別っていう感じでした。でマフラーがねシルバーで、ね、フェラーリのマーク、はい、かっこいいです。こんな感じで、でボンネットっていうねノーズの部分から、はい、まあ、シートのね赤も目立ちますよね。そしてインパネ、はい、こういった感じになってます。ちょっとねピントが合いにくいです。はい、そしてねエンジンこんな感じですね。ちゃんと立体的にねしっかりこういった感じで作られています。かっこいいですね。こんな感じでね中が見えるのはいいですよね。そしてここねフェラーリの文字がね同じように入ってます。はい、かっこいい。そしてシャーシ面ね先ほど同様なんですけどこんな感じですね。62分の1スケールということで、はい、こういった感じです。はい、こちらねエンツォフェラーリなんですけど実は、こちらね通常タイプのねトミカでも出てまして、ちょっとねせっかくなんでね比べてみましょう。はい、こちらね通常トミカのエンツォフェラーリなんですけどスケールはねどちらもね同じ62分の1です。なので、まあ、大きさちょっと比べてみますか。はい、こんな感じですね。ほぼほぼ一緒。若干プレミアムのがね長い気がします。ノーズの部分ちょっと長いですよね。でもスケールはね同じね、62分の1と、こちらもね62分の1です。はい、まあシャーシ面見るとまあこんな感じでやっぱじゃ少しだけ長いかなって感じがしますね、プレミアムの方が。でまあこちらねサイドこんな感じですね。まあタイヤホイールはしょうがないんですけどこのサイドのガラスのところねこのドアなんかの造形なんかも全然この太さが違うというか、こちらは金属でできているけどこちらねプラスチックのパーツでできてたり、ね、こういったところも塗りがなかったりするんですけどプレミアムあったりとかね、なんかバランスはやっぱりねプレミアムの方がいいですね。色に関してはね、まあ同じような感じです。若干、まあ新しいカラーなのか、こっちの方がね、ちょっと光沢感があるような気がします。プレミアムの方が。うん。はい、そしてね、フロント部分ね、こんな感じです。まあよく似てますね。うん。で、ヘッドライトの部分もクリアパーツ使われてるんですけど、こちらね、こういった、なんか上からプスッと刺したような感じですね。で、こちらもちょっとね、なんか芸が細かいというか、ちゃんと、ライトっぽくね見えるような感じになってますよね。はい、そんな違いがありますね。こういった感じで比べてみるとやっぱりプレミアム感はねありますね。後ろもこのマフラーのところね塗り分けがなかったりとかこんな感じです。でもねこちらもまあよくはできてますよね。うん。そしてこのねフロント部分こちらちゃんとねこのエアのね出てくるとか黒くなってます。なんかちょっとここペコっていってますね。よく見ると、はい。であとねこのガラスパーツがちょっと通常プレミアムなんですけどプレミアムの方がね、透明度高いです。こっちはちょっとスモークがかかったような感じ、中があまり見えないんですね。こっちはね中もしっかり見てくださいというような感じですね。そして後ろもですね、一応こちらの通常トミカもクリアパーツになってるんですけれども、はい、ちょっとねスモークが強すぎて見にくいですね。一応中にはねよく見るとこうエンジンパーツがね、まあ、プレミアム同様に造形されてるのが見えるんですけれども、ね、プレミアムの方はねほんとよく見えますね。はい、ということで、ね、やっぱりプレミアムはねプレミアムだなと改めてねこうやって比べてみると確認できました。はい、ということでね今月の、まあ、新車両ね、こちら20番のね、エンツォフェラーリですね。そして入れ替わりでね、廃番となるのがこちらです。はい、20番のね、ブガッティ・ベイロン
16.4、 はい、こちらですね、こちらもスケール62分の1でサスペンションのアクション付きです。はい、こんな感じですね。こちらもちょっとね、ちょっとチェックしておきます。でスケールに関しては62分の1同じで、こっちサスペンション付いてますけど、この、エントのエラーにはね、サスペンションのアクションは付いてないです。はい、ビーロンですね。はい、こちらもね、ほんとね、かっこいい車なんですけれども、まずね、色がね、いいですよね。このツヤツヤのね、ブラックにちょっとマット感もあるメタリックのこの赤系の色ですね。ほんとこう日本の漆塗りのようなね、そんな感じもしますけれどもね。はい、ここからこう前見ていくとこんな感じ、ちゃんとねヘッドライトもクリアパーツで、このグリルの部分もね、しっかりとこんな感じでね、作られてて、でちゃんとねブガッティのマークも入ってます、ね、ほんと細かくできてます。これほんと色もねめちゃめちゃ綺麗です。はい、こういった感じで、で後ろね、こんな感じですね。これテールレンズはこれも塗りですね、塗りです。でこうマフラーかな、うん、ついてたりとか、造形はねやはりかなりしっかりされてます。で中もねよく見える、このベージュというかね、そんな感じの内装色ですね。こういった感じで、そして屋根の上ね、でエンジンの部分、この辺りの造形もねかっこいいですよね。はい、そしてシャーシ面ね、こんな感じになってます。はい、いかがでしょう、めちゃくちゃかっこいい。でサスペンションですね、こんな感じ、まあストロークはねさほど大きくはないですけどね、サスペンションついてます。でこちらね、トミカプレミアム発売記念仕様のもチェックしておきます。はい、こちらね、トミカプレミアム発売記念仕様のブガッティベイロンですね。はい、こちらは先ほどと違ってブル系のカラーですね。この黒いところはね、同じツヤありブラックですね。ほんとツヤツヤ。で、このブルーの部分は、ね、ツヤ感をね、ちょっと抑えめというかね。はい。こんな感じで、ちょっとメタリック感はしっかりありますね。うん。で、フロント。ね、この車も本当ね、かっこいいですね、本当に。で、右サイド、こんな感じになってます。はい、こうちょっとね、立体感があって。そして、後ろですね。ここね、若干ね、ちょっと色がね、違うんです。はい、ちょっとね、細かいとこですけどね。はい。そして、ボンネットか見ていくと、内装色がね、こっちはね、ブラウン系ですね。先ほどと比べると、まあ、この辺がね、ちょっとこだわりというかね、違うなって感じがします。はい、ね、こちらは、ちょっとブラウン系の成型色。はい、そして、エンジンね、こんな感じになってます。で、ほんとすごいよね、こんな。なかなか思いつかない。こんなデザイン。はい、そして後ろね、裏面こんな感じです。はい、こうね、スポーツカーなんでね、こういったフラットな感じですけど、後ろディフューザーの部分はしっかりと立体的に使えて、マフラーの部分はね、こう、一本に集約されているという、そんな感じがかっこいいです。こちらもね、サスペンション。はい、こんな感じですね。はい、こちらね、今月廃盤となる、ブガティベイロン 16.4 でした。はい、ということで、今回は2024年4月発売のトミカプレミアムの新車両と廃盤車両をチェックしました。新しいね、エンツフェラーリは、通常のね、トミカに出てたものとちょっとね、比較もしたんですけど、やはりね、通常も悪くはないんですけど、やはりプレミアムはね、プレミアムだなぁと改めて思いました。そしてね、廃盤となるブガッティも改めて見てね、色とかね、めちゃくちゃ綺麗だなと思いました。また次回以降もね、こちらのね、残ってるね、トミカシリーズのものね、ちょっとね、いろいろご紹介していこうと思ってますのでね、ぜひチャンネル登録、いいね、評価、コメントのよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。